今日は関ヶ原の、ホームタウンデーということと FC 岐阜の開幕戦ということで関ヶ原鉄砲隊のガス大砲で初戦突破優勝を目指して頑張りたいと思います。皆さんよろしく。ありがとうございました。続きましては吹奏楽部の皆さんよろしくお願いします。皆さんこんにちは。県立岐阜商業高校吹奏楽部です。本日はラッツオーリさんにお声かけいただき参加させていただく形となりました。皆様と一緒にこの会場を盛り上げていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。さあいよいよでございます。関ヶ原町の、鉄砲隊の皆さんには入場ゲートでの祝砲のほか試合開始前にも出陣式で祝砲ということで、もうあちこちで鳴りますからね、もう皆さん耳やられないように気をつけてください。今日もすごい大きい音鳴りますんでね、よろしくお願いします。そして、県立岐阜商業高校の吹奏楽部の皆さんには入場ゲートでのファンファーレ、そして重なるステージやハーフタイムのスタジアムライブ、ぜひとも演奏よろしくお願いいたします。さあそれでは先行入場開始まで今しばらくお待ちくださいと言いたいところなんですけども、時間がやってまいりました。ただいまから先行入場1分前となりました。もう1分前でいいですかね。いいですね。はい、じゃあ始めましょう。 FC 岐阜先行入場開始までもう間もなくです。それでは県立岐阜商業高等学校吹奏楽部の皆さんよろしくお願いいたします。それでは2024年シーズン FC 岐阜開幕します。一緒にカウントダウンをお願いします。手を挙げて5秒前4、3、2、1。鉄砲隊浜田ということでありがとうございました。では先行入場の皆さんお入りください。さあいよいよ今シーズンも始まりましてね、本当に FC岐阜